外国為替市場の円相場が一時1ドル =153 円台とおよそ34年ぶりの円安水準となったことを受け鈴木財務大臣は先ほどあらゆるオプションを排除せず適切に対応すると市場を強く牽制しましまた。我々が見ているのは152円になった3円になったというそういう数字だけではなくですね その背景についても分析をする。行き過ぎた。動きに対しましては、あのあらゆるオプションを排除することなく、適切に対応していきたいと。円相場はアメリカの消費者物価指数の上、昇率が予想を上回ったことで、一時1ドル153円台まで円安が加速しました。ただ、政府日銀による為、替介入への警戒感も強く。 現在も152円台後半で推移しています。